センスと。さて、点数エグサリとかね。セブリ。イングリッシュポイントとかね。実は、カジノスに。おかげでレアな世界日本。釣りだ。食べ物はみんな喜んでうまい。食べ物余りましたよ。お前さんと私二人しかいない。とても食べられません。なんかいい手はないかね。誰かを呼んで食べてもらったらどうですか。ああ、そりゃいいね。だったらね、タケさんですよ。あの人は何を出しても喜んでくれる。タケさんを呼んでおくれ。嬉しいな、久しぶりにタケさんに会えて。なんだ、タケさんそろそろ来る。おやおや、おうおうおお、タケさん来たかい。それじゃあちょっと、あの、音キャスターの人に。それじゃあちょっとね、タケさん入れてあげておくれ。おやおや、タケさんどうも。どうもどうも、ダー様、ご無沙汰をしておりまして、私ね、ぜひにと伺ったんでございますが、今日は何の模様でございましょう。それなんですが、あのな、うちのね、料理、まあ、これがまあ何しろ山ほど余っちまってな、それでもって、なんといってもね、困りましたよ、料理が余ほど。そこでね、お前さんに食べてもらおうと思ってきたんだがね、どうだい、お腹の具合は。なんでございますか。私のお腹の具合、よく聞いてくださいました。もうね、私今うちでもって食べようと思ったんでございますよ。そしてね、その時にお嬢様が呼びに来たんでございましょう。だから一旦食べようと思ったら置いて飛んできたんでございますから、もう今お腹の中何も入っておりません。だからもう何か食べないと生きていけないぐらいでございまして。嬉しいこと言ってくれるね。あのね、酒は自慢ですよ。奈良の酒が手に入ってね、酒、灘の酒あるんですか。この中に灘の酒というのあるとは聞いておりました。まだいただいたことないんでございますよ。そうかい。まあ嘘でもそう言ってくれるとありがたいね。じゃあ早く酒だけ灘の酒、すぐに、お清さんがくださる。あ、こちらにございますよ。これコップで頂戴してよろしいんだか。ありがとうございます。どうもすいません、奈良の酒結構です。奈良の酒に大変ありがとうございます。ありがとうございます。
もう一杯いただけますでしょうか。あ、さようですか。どうもありがとうございます。結構なもんでございますね。ああ、そうかいそうかい。それじゃあね、どうだろうかな。あたしはね、そうそう、寿司はどうだい。寿司あぶ寿司というものあるとは聞いておりました。いただいたことないんでございますよ。いやいや、そうじゃないだろうね。寿司は誰でもありますよ。まあまあ、だけどもね、寿司寿司、どうもありがとうございます。ねえ、やっぱり寿司ですね。醤油も、はい、ありがとうございます。それじゃあね、早速頂戴します。Mm-hmm.